はい、どうも。今回はですね、さっきも言いましたけど、朝まで生テレビ、田原総一郎さんですね、7月の下旬の放送でですね、ちょっとディスってしまったんですけど、今、もう10月、今日10月1日ですけど、8月の終わりかな、あれでちゃんと統一教会のネタをですね、ちょっとちゃんとは見てないですけど、やったらしくてですね、またあの三浦瑠麗さんが、統一ネタなんていつまでやるんですかこれって、あのまあ統一教会の話はそろそろやめようよって言うんですよとかですね、統一教会が悪いって言ってて創価学会も悪いんだけど、オタクんとことあの統一教会とどこが違うのって、あの公明党の人に質問したりですね、してまして、あの僕はですねちゃんと見てないですけど評価はしてますよ。どっかで見れるのかな、 YouTube かなんかで見れるのかな。でね、この回かな、ちょっとどうか分かんないですけど、あの片山さつきがですね、植物がどうとか言うわけですよ。僕、伏尺って覚えてて、あの、植物って言われても何のことか分かんなかったんですけど、創価学会のですね、創価学会の話になっちゃった。創価学会のあの、信者獲得方法なんですけど、割と有名な話でですね、昔からネットでは、よくやってて、こう、ああ、こんなことやるんだと思って、僕はですね、震え上がったんですけど、まあ、これは置いときますか。だからですね、かなりしっかりした台本を作って、その通り放送したのかもしれないけど、あの、生放送でですね、統一教会ネタをやった、その、社長から禁止とされてる統一教会ネタをですよ、生放送でやったですね、朝まで生テレビはですね、ちゃんと見て評価してあげないといけないなと、見てないんですけどね。はい、これは見なきゃいけないな。はい、以上です。